よーし、じゃあ、前回からの続きってことで、ケーマーやっていきますか。マーチ実況、よろしくお願いします。オモでございます。ケーマーどこで終わったっけ？爆弾探しに行くとこか。10時。ケーマー中に10の字を書いた。しおりさん、漢字の10の書き順は？このくだり見たな。横に書いて縦だけど。ですよね。でも見てください。このおみくじの。またこのしおりさんのターンになるわけだ、なるわけだね。おみくじの第57番の10、横棒の羽が下向きになってます。10に羽なんてないわよ。ない。頭の中に立ち込めていたもやがすっと消えた。そうか、これだ。これが答えだ。ええ、しおりさん、やりましたよ。テーマはポケットからルーペを取り出して10の文字を拡大してみる。見てください、5と7の、間にある10だと思っていた文字は漢字でも何でもなくて、んにゃんとんーの2つの矢印の組み合わせだったんです。え？ Read to 10 o'clock は10時に読めではなく10時に読めだったんだ。ギャグやん。テーマはおみくじの左右から7行目中央の行と上から5文字目の横一列を押さえた。10の書き順と矢印に従ってこの5文字目の、列を左から真ん中の列を下から読むんです。興奮で声がわずっている。10万点のるまいくなく。10万点のるまいかなく。しおりが即座に言葉に直した。次に真ん中の行を下から読むと、トロイの木馬。トロイの木馬。トロイの木馬って？きっと渋谷に一箇所しかない競馬場、トロイフィールドのことです。トロイフィールド、ゲーセンロンゴロンゴの2、3階にある。これ読んだ。読んだことになってないってことはセーブできてなかったかな。ランブリック通りのロンゴロンゴね。そうです。つまり犯人は爆破阻止の条件としてトロイフィールドの競馬で10万点以上取れってことなんです。しおりは時計を見た。あと20分しかないわ。二人は案内手を飛び出した。ここで止めたんだよね、確か。午後1時24分。テーマとしおりはロンゴロンゴの、渋谷競馬場の入り口に駆け込んだ。あ、いらっしゃいま。57番ステーション。店員の言葉を遮ってテーマは叫んだ。ロンゴロンゴのトロイフィールドはプレイする席のことをステーションと呼んで、客が好きな番号のステーションを選べるようになっている。おみくじの番号は第57番だった。これには第57番というもう一つの意味があり、57番ステーションを指しているのではないかと考えたのだ。はい、ではこちらのノートに。店員は利用者ノートを開いてから首をひねった。あら、どうしたんですか。しおりが覗き込んだ。57番はエントリーされてますよ。エントリー、登録すること。ここではトロイホースをプレイするために席に着くかっこ予約すること。え、誰に。ケーマーノートを覗き込む。ガイだ。そこには土屋敏夫、ガイの本名が記入されていた。どうしてガイが。とにかく行ってみましょう。ケーマーとしおりは57番ステーションへ向かった。渋谷競馬場トロイフィールドはロンゴロンゴの 2,3 階の吹き抜けにして作られたプレイランドだ。すげえな。中央には畳4畳ほどの大きさのミニ競馬場がデンとしつらえてある。盛り上がってます、渋谷競馬場。さあ、いよいよ本日のメインレース、警視庁ポピーくん記念カップを残すだけとなりました。すごい名前のレースやな。競馬場に一歩入ると生実況の係員の声がビンビン響く。ポピーくん記念カップだって。大型モニターには出走馬が紹介されている。ニードルトッパー、こぼれるポット、リードスルーナー、滝つぼラッカー、んってぷー、ホンダさん JR、死にかけダイブ、こっちゃ向いてポン。名前な？めちゃめちゃ適当やろ。そろそろ万馬券が出そうな予感。万馬券配当が100倍を超える勝ち馬投票券、過去馬券のこと。競馬の券が100円からなので、そういう、取ったという人の話はやたらと聞くが、万馬券を取るまでいくら使ったかはめったに聞かない。確かに。アナウンサーはますますテンションを上げる。さあ、皆さん、どんどんベットしてください。ベット、英語のベットかけること。ベットタイマー締め切りまでの時間のこと。モニターを見るとベットタイマー残り1分を切っている。まずい、時間が。ケーマは57番ステーションへ走った。なんだ、いないよ。そこにガイの姿はなく、得点はゼロのままだった。席だけキープしてどこか行っちゃったのかしら。しかし今はそれどころではない。
10万点勝負。さあ、どれにかける？ケイマはしおりに両替してもらったメダルをジャラジャラとつぎ込んだ。高倍率な馬にかけようと、ケイマは必死でベッドボタンを連打する。いつもと違うファンファーレが鳴り響いていた。なんだこの曲？これ、早々行進曲のアレンジね。早々行進曲。ベッドタイムは終了した。さあ、間もなくレースのスタートです。場内アナウンス係は最高に盛り上がった。10万点、これでいけるか？いけるわよ。もちろん、取ればだけど。そしてレースがスタートした。レースはあっけなく終了した。くそ、ダメか。でもあと8分あるわ。まだなんとかできるかも。だって、レースは終わっちゃったんだよ、しおりさん。この時、大型モニターの配当金表示の画面が急に変わった。あと8分。ケイマくん、見て。あと8分。そんなことわかってる。ケイマは思わずモニターに怒鳴った。犯人は完全にからかっている。また画面が変わった。バカは見ぬ馬のケツ。そしてすぐ通常画面に戻った。バカは見ぬ馬のケツ。なんだ今のは。きっとヒントよ。しおりは自分の手帳を開いてケイマに見せた。見て、馬のケツってもしかして、馬の名前のお尻の文字のことじゃないかしら。そこには馬名がメモしてあった。ニードルトッパー、こぼれるポット、リードスルーナー、滝つぼ。滝つぼ？あ、その先はまだあったんだけど、それしか書かないうちに終わっちゃって、滝つぼ、落下やったっけ。全部の名前が欲しいな。ケイマンあることを思い出した。しおりさん、行きますよ。どこへ？あそこです。ケイマは防犯用モニターを指した。ケイマはしおりの手を引っ張るようにして警備室へ来た。この人が圧倒的に一番忙しいな。失礼します。めっちゃいい笑顔のっちゃん。あー、いらっしゃい。ノックなしで飛び込んできた二人を年齢不詳の警備員セイさんがのんびりと迎えた。セイさん、今の第10レースの出走馬わかるよね？あー、もちろんですよ。ここにはその日行われた全レースの記録が残されている。そのデータをもとにゲームのオッズなどが決まっているのだ。今度は何の研究ですか、ゲーマー君。んー、ちょっとね。セイさんは今、大型モニターの一瞬の異変には気づいていないようだった。そういえば他の客たちも別に関心を払わなかったようだ。ああ、しおりちゃんに競馬を教えてあげるんだね。セイさんは勝手に納得するとすぐに手書きのメモを渡してくれた。ニードル突破。持っててもいいよ。馬のケツ、馬のケツ。競馬としおりは急いで馬名の最後の文字を拾って読む。パトナカアールブン。意味をなさないわ。じゃあ違う読み方なのかな。ゲーマーは考えた。またこれかよ。なんなん。真ん中の馬のケツ？わからん。お尻から読んどくよ、とりあえず。ホタル読みだ。お尻から読みますよ。ゲーマーはお尻、下から読んだ。んぶあるかな突破。やっぱりダメか。思い当たるものが全くない。ゲーマーはもう一度考えた。やっぱりってなんな？難しいな。とりあえず全部やってみよう。目指し読みだ。頭文字だけを読みますよ。ケイマは、頭文字を拾って読んだ。ニコリタンホシコ。ニコリタンって言えば銀行よ。ニコリタン銀行のホシコ。そうか、こいつが犯人なんだ。なんでだよ、絶対違うやん。ケイマ君、落ち着いて。ほとんどこいつ系に近いわ。いえ、間違いありません。僕は僕の推理と直感を信じます。絶対ダメなやつだよ。直感、理性を働かせるというより感覚的に物事の本質を理解すること。よほどの天才でもない限りあまり当てにならないことが多いので、ゆっくり実行した方が無難である。もうティップにまで言われてるやん。ケイマは飛び出した。ダメなんだろうな。あ、星子さんいたの？いらっしゃいませ。ニコリタン銀行へ飛び込んだケイマを綺麗な店員が出迎えた。美人というものはいいものだ。
渋谷中央署の雨宮と言いますが、こちらの銀行に星子さんという方はいらっしゃいませんか？はい、星子なら私ですけど。あなたが？はい、星子です。あ、星子なんや。え、この人脅迫されてなかったっけ？なんかそんな名前の人なんか出てきたよね一回。あなた、いや、貴様が犯人だな。何のことですか？絶対違うやん、とぼけるな。暗号が全てを語ってるんだ。今度の爆弾はどのゲーセンに仕掛けたんだ？爆弾ですって？ケイさん落ち着いてください。これが落ち着いてられるか。爆弾だなんて一体何ですか？うるさい星野星子、お前の昨日のアリバイを言ってみろ。お前いい加減にしろよ。顔芸やめろ。6時までここで働いていました。その後は？それは犯人だから言えないんだな。違います、実は。星子は何かをさせられた。え、そうでしたか。コーヒー牛乳飲むな。ケイマは頬をはからめた。あの、お劇場でお脱ぎにですか？大きな声で言っちゃダメ。聖子はケイマの口に久しぶりを当ててウィンクした。もうどうでもいいような気がしてくる。ストリッパーってことか。んー、だとすると本物は一体誰なんだ？そんなことより、もっとすごい爆発してみない？え、何のことです？とぼけたって、だ、め、わかってるでしょ？知女か、こいつは。そうだな、そんなすごい爆発だったら、そっちを先に確かめなくっちゃ。うん、それは大変だ。じゃあ行きましょう、刑事さん。職務中でしょうよ、どっちも。はい。ケイマは星子と一緒にニコリタン銀行を出た。二人とも仕事しろ。どう？いいでしょ、刑事さん。ああ、これはすごい。さあ、行きましょう。私と一緒に。え、もう爆発しそうです。いいのよ、爆発して。おお、すごいわ、刑事さん。ケイマが芸術に目覚めたとき。いやー。爆破落ちにすれば何でもいいと思ってんな。さては、渋谷は爆発した。なんだ？そして焼け野原となった跡地に一枚の絵が落ちていたという。あ、脱いだっていうのはあれかな、もしかして。バッテンドナンバー35。なんていうんだ、あの、デッサンのヌードとかかな。場面を目指し読みした結果、ケイマは渋谷と共に爆発してしまった。また星子を職務質問したため、ある人物の行動も妨げてしまっている。残る2つの読み方をもう少し熟考していれば、こんな結果にはならなかっただろう。やっぱ後ろから読むやつを2回やればいいのかな。どうしようかな、なんか気になるし、もう一回やるか。こっからだな。熟考ってことは2回選ばなきゃいけない感じか？とりあえずケツを2回取ってみよう。まず、ホタル読み。で、これで、意味がないから、もう1回ホタル読み。やっぱりホタル読みだ。お尻の文字をお尻から読むんだ。とは言ったものの、ケイマに案はない。ね、待って、ケイマくん。これ、入着順でやってみたら？おー。しおりさん、鋭すぎる。いちいち。入着順、ゴールに到着した順序。そうか。でも順位なんて覚えてないですよ。大丈夫ですよ。そう言ってせいさんはビデオを再生した。どれどれ。せいさんは画面に顔を近づけ、ボケボケの映像から情報を読み取った。3876。その間にケイマはミニパスに馬の名前を入力する。3876の1245だね。3876-1245ですね。ケイマは番号を確認すると、前を順位に合わせて並べ替えた。これで最後の文字を拾うと、さらに語尾を合わせる。南部 R パトカー？できた？南部デパート屋上の R のパトカー。だけど屋上にパトカーなんてあるじゃない。1回100円のパトカーが。そうか。せいさん助かったよ、ありがとう。いやー、なんの。礼を言ってケイマとしおりは飛び出した。
あと5分しかない。二人は通行人を弾き飛ばさんばかりの勢いで文化村通りを駆け抜けていく。ナームデパートの屋上までやっと駆け上がってきた時にはもう残り2分を切っている。どこだ、パトカーはどこだ。ケーマーはぜいぜいと息を切らして屋上広場を見回した。あれだ。子供が二人電動パトカーに乗っているのが見える。電動パトカー、乗って動かすこともできる幼児向けの小型の模型パトカー、100円で 2,3 分動く。今思ったらすごい商売よな。うわっ、慌てて駆け寄ると二人だと思った一方は大きなポピー君のぬいぐるみだった。またあのぬいぐるみ。ケイマ君、これがあれよ。わかってます。ポピー君なかなか鋭い表情してんな。これが爆弾なら今度こその相当の破壊力に違いない。しかもパトカーに固定してある。全身にじっとりと嫌な汗が流れる。 まずこの子をどけなければ。ケーマー考えた。いや、どう考えてもしおりさんに任した方がいいでしょう。僕は少年係だけれど、しおりさんも少年係だ。ここは任せません。ケーマーはしおりにバトンタッチした。任せて。しおりはにっこりと笑って坊やに話しかけた。しおりさんのスペックなら何でもしてくれるよ。僕、ちょっとお願いがあるの。このお兄さんがね、お急ぎでこのパトカーを調べたいの。これ、警察のお仕事なの。こういう時は相手が子供だろうと正面から誠意で接するのがしおりのいつものやり方だった。いい子だから、ちょっとの間だけお姉さんとあっち行っててくれる？うん、いいよ。坊やは誠意を理解してくれた。しおりは坊やをパトカーから降ろした。ケンマ君。はい。ダメだ、あと2分もない。しおりが坊やを連れ去ると同時にケイマは飛びついてポピー君を調べた。ポピー君の両足の足の先から、コードが出ている。それはパトカーの車体の裏側まで伸びていた。ここか。どんな SE だ。ケイマは料金ボックスの下を覗き込む。あった、また。そこには昨日と同じポケベル型のタイマーが取り付けられていた。もうあと1分しかない。うわあ。ケイマは慎重に次の行動に出た。ポピー君をそーっと動かすと背中にジッパーが見える。ケイマはそろそろと指を伸ばしてゆっくりとそのジッパーを下ろす。あ。ケイマは背筋が寒くなった。そこには 1.5 リットルのペットボトルが2本詰まっている。しかも中身は褐色の液体でいっぱいだ。ガソリン？キャップの部分は加工され、発火装置らしきものが取り付けられている。こんなのが爆発したら。ケイマは子供の頃に見たテレビヒーローの爆発シーンを思い出した。いや、それどころじゃない爆破が起きますからね。2回ほど経験してるからね、君。違う世界で。テレビヒーロー仮面ライダー V3 のこと。ケイマの心にはこのドラマのオープニングシーンの大爆発が焼き付いている。ちなみに撮影用語で煙が拡散するタイプの爆発をセメント、炎が吹き上がるタイプをナパームと呼ぶ。そうなんや。シャレにならないぞ。幸い屋上に人影はない。しおりたちも物陰に隠れているようだ。ケイマはさらに被害を少なくしようと何の障害物もないところまでパトカーを移動した。これでよし。車体の裏側を覗き込み、最新の注意を払ってポケベル型タイマーを引きずり出す。またしても赤と青の、2本のコードだ。またか。ケイマは迷った。今度はどっちだ。青か赤か、それともまた裏を変えて昨日と同じ両方切断か。ケイマ君、もう時間が。タイマーはあと10秒を切って警告音が鳴り始めた。シルさん、赤と青どっち。あ、青。どうもです。ケイマは決断した。また俺やろな。赤は止まれ、青は進めだ。もう両方切ったよね、俺前回。とりあえず A にしてみる。赤は止まれ、青は進めだ。今回ヒントなかったと思うよな。思い切って青を切った。しかし警告音は止まらない。次の瞬間、ケイマの視界が真っ白になった。しまった。止めるなら赤じゃないか。またやっちまったよ。薄れゆく意識の中でケイマを思った。リセット効かないのかな。効きますというより、リセットせずの移動マップで分岐を選び直せばケイマも死なずに、そして渋谷も爆発せずに済みます。現実にはこうはいきませんが。もうバッドエンドフラグビンビンに立ててるやん。ボカーン。今回は爆発するんや。でも親切にヒントくれたな。そして渋谷は消滅した。まあいいや、バッドエンド回収できたし。
じゃあちゃんと進もう。結果オーライ、結果オーライ。しおりの言葉を信じたのは良かったが、それで渋谷が消滅してしまっては身も蓋もない。ここはやっぱり自分の頭でどの行動を切るかしっかり考えた方が良さそうだ。いやー、今までしおりさんが有能すぎてついつい信じてしまったわ。そら、ポカやるときだってあるわな。ということで。青を切ればいいんだな。あ、違うわ。赤を切ればいいんか。B。青は病気。赤は酔っ払いだ。よくわかんないけどね。思い切って赤を切った。だが警告音がますます大きくなるばかりだ。警告音が辺りを包んだとき、しまった！こんなことする兄は病気なんだから青を切るべきだったのか。またやっちまったよ。両方切るのね。わかった。わかったわかった。すまんかった。俺が悪かった。僕は死にました。天国行きました。そして渋谷は宇宙の木図となって消えた。まあ苦しまずに死ねたんならいいんじゃない？これさっきのと違うバテンになってる？赤コードを切った結果渋谷は消滅してしまった。残る選択肢は青か赤、青両方。犯人の勘がよす入りし、もう一度どちらかを選び直してみよう。うん、赤、青ね。両方ね。わかったわかった。ごめんごめん。俺が悪い。全面的に俺が悪いわ。ロードが早いゲームでよかったよ。あ、違う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 。なんで場名だよ。もっと進ませろ。違う違う。移動。ここ。今回はケーマ一本で終わりそうやな。両方ね。あれ、セーブしたのに選んでないことになってるよ。あー、思い切って両方切る。赤はリンゴ。赤もリンゴだ。思い切って両方切った。タイマーあと 0.1 秒のところで止まった。危機一髪すぎるわ。そんなベタベタな。ふう、裏の裏か。何が。思わず息をついた時、今止めたはずのタイマーがまた鳴り出した。うわ、やられた。爆発だ。ケイマーとっさにポピー君をむしり取った。ケイマ君。しおりが異常事態に気づいて駆け寄ろうとする。しおりさん、来ちゃダメだ。そこにいてもしおりさん死ぬよ。どっちにしろケイマは一世一代の大爆地に出た。うおー。ケイマはポピー君を誰もいない方向へ思い切り投げた。しかし意外に重く噴水の手前でポピー君人形はバウンドした。あ、ポピー君人形を見つけた小さな女の子が嬉しそうに走り寄ってくる。うわー。ケイマはポピー君人形を抱きかかえると激走した。いい絵だな。そのままケイマは噴水に飛び込んだ。ガソリン爆弾は不発だったのか。爆発はおろかポピー君には何の変化も起こらなかった。おお、神よ。水に浸かったままケイマは天を仰いだ。キャー、ふへ。振り返ると子供が手を叩いて喜んでいた。ケイマ君。飛び出してきたしおりが泣きそうな顔でケイマを覗き込んだ。大丈夫？命は取り留めたみたいです。ケイマは水面に浮かんでいるポピー君人形を見た。陽気に笑っていた。キャハハハ。子供は今度はズム濡れのケイマを見て笑った。ガキが。そこの幼き子供くん。ケイマはしゃがんで子供の視線に合わせた。道路でもデパートの屋上でも急に飛び出したら危ないよ。わかったかい。うん。子供はしばらく考えていたが大きく返事をすると後から来た母親のところへ去っていった。ケイマはもう一度ポピー君人形を見た。まるで泣いているように思えた。こんな子供の遊びまで。クソ。まあ確かにね。この犯人僕は絶対に許さない。確かに卑劣だな。いきなりケイマは原稿を食らった。お前どこにでもいんな。あ？振り返るとゴンダ刑事が立っている。何が。あだ。こんなところでお前たち何やっとるか。あの、ゴンダさん、これには訳が。しおりがケイマをかばってくれようとしたが。おうおう、さぞかし訳が終わりなんだろうよ。そんなズブレになってな。これを見てください。ケイマはボビー君の不発爆弾を差し出した。なんだこれは、うちのマスコット人形じゃないか。いえ、ガソリン爆弾です。なんだぞ。ゴルイチ刑事は意地悪そうに似たりと笑った。貴様、まだそんな寝言言っとるのか。
鑑識の分析結果を聞いただろうが、あれは害のいたずらだったんだよ。鑑識、警察庁実刑、警察庁刑事局鑑識課のこと。犯罪の捜査で筆跡、指紋、骨格、血痕などを科学的に鑑識する部署。どんな小さな物証も見逃さず犯人特定の情報を見つけ出す警察の最重要機関の一つ。知ってる知ってる。あれは害のいたずらだったんだよ。今日のは違いますよ。これが証拠です。ケーマはポピー君の背中からガソリン入りペットボトルを取り出した。正真正銘のガソリンです。なんだと？今度はペットボトルひったくるとキャップ外して匂いを嗅いだ。ふん。今度はそれをごくりと飲んだ。よう飲めるな。あ、ゴンナさん、ガソリンを飲むなんて。なるほどな。確かに高級なガソリンだ。え？テキーラだ。それもかなり上物のな。テキーラ、メキシコ名産蒸留酒、別名火の酒。酒精主精度40度程度、メキシコ特産の流達した卵の茎の汁を発酵させたプルケという濁酒を蒸留したもの。テキーラの名は町の名前から付けられた。ゴンダの大好物でもある。ゴンダのおじゴンザレス・ゴンダジュニアに連れられメキシコに観光した際に飲んでから病みつきになった。何、ゴンザレス・ゴンダジュニア。でも爆発したよさっき2回ほど。ケーマが慌ててペットボトルに顔を近づけるとアルコールの香りが鼻をついた。そんな。今度はもう一度ケーマを殴った。オタクちゃん、遊びはもうほどほどにしとくこったな。今度はポピー君のぬいぐるみをケーマに突き返すと小馬鹿にした笑い方で去った。あいつが犯人なんじゃないの？立ち尽くすケーマは言葉もない。ケーマ君。しおりが気の毒そうにケーマを見る。同情はしないでください。この決着は必ずつけます。いや、2回ほど爆発してんだわ。ケーマはゴワゴワと着心地の悪い濡れた服のまま署へ戻った。テキーラか。濡れた服を乾かしながらケーマの話を聞いて沼さんはうなった。ふざけた犯人だな。まさかテキーラがテキーラのシャレでもあるまいが。何言ってんの？よしてくださいよ沼さん。こんな時によいやらしくもないダジャレを。あーすまん。それにしてもケイマひどい目にあったな。おかげで服が台無しです。2回ほど死んだからね。ああ、とにかくこれはわしの方から鑑識に回しておこう。なんなら3回死んでるわ。沼さんはポピー君を脇へ置いた。それよりお前の話だと害が妙な動きをしておるようだな。実はケイマもそのことが気になっている。その競馬ゲームの57番をなぜあらかじめ予約してあったのか。ただの偶然とは考えにくいぞ。ええ、害、悪いやつではないんだろうけどね。何か事情あんのかな。それからロンゴロンゴで今朝方お前と一足違いで帰ったというメンテナンスの業者の技師だが、コンピュータークリニックの桶畑夏美さんって女の人。ゲームは警察手帳に挟んだ名刺を取り出した。女？男じゃないのか。夏美といえば女だと思いますけど。うちの一個の名前は初美というぞ。そんな、沼さん、いくら沼さんでもそれは偏見ってもんですよ。そうか、すまんすまん。今のは撤回だ。でも確かに男だって可能性もありますよね。そうかな、なんだかわからなくなってきた。先進みます。男か女かはともかく、その桶畑夏美って人はゲームには全て異常なしと言って帰った。うん、店の人はそう言っていました。それなのに競馬ゲームという店で一番大きなゲームのプログラムにとんなメッセージが仕掛けてあった。沼さんはこのメンテナンス会社の女が怪しいと。とにかく一度調べてみた方がいいな。それからその警備室の生さんという男だ。あんなに人のいい生さんまで疑えっていうの？ゲーマ、沼さんは教育モードに入った。教えておく、捜査に例外というものはない。こういう時の沼さんの顔は怖い。人がいいから、親しいから、身近にいるから、大好きだからといって容疑者圏内から外すことは許さねん。ゲーマ、それが刑事という仕事なんだ。まあそう、そらそう、もうめちゃめちゃ正論言ってるよ、沼さん。例えば騒ぎの後でゴンダが現場へ現れたそうだな。ええ、それも本当に偶然かどうか一応裏は取ってみた方がいい。おお、俺結構こいつ怪しいと思ってるよ。なんかできすぎだもんね、タイミングが。沼さん、あのゴロイチまで疑っちゃうの？ペットボトルの中身をいきなり飲んでテキーラと言い合ってたそうだが、誰が置いていったかもわからん液体をお前なら飲むか。ほんとそれな。まさかゴロイチは初めから知ってたっていうの？そんな。ケーマ、沼さんはもっと怖い顔になった。
刑事の仕事がどういうものか今分かった。今言ったはずだ。でかい山に関わる時にはそれなりの覚悟がいる。それができんようなら早いとこ手を引くべきだな。沼さん厳しい。引きません。ケーマは頑張った。ゲーセン外での犯罪だなんてゲーマー刑事として許すわけにはいけません。この事件は僕が解決します。よし、その覚悟があるならもう一つだけ言うが。沼さんはじっくりとケーマの顔を覗き込むようにしていった。しおりちゃんがやたら行動を共にしているようだが少し不自然とは思わんか。もうそれで言ったら全員に怪しいよ。この顔である。ケーマは初めて刑事の厳しさを知った。ありがとう沼さん、とても参考になったよ。ケーマは町へさまよいでた。これで言ったらもう全部怪しいよ。ってことで今回こんなもんにしときますか。まだケーマ結構続くんだね。ケーマ盛りだくさんやな今回。あ、まだ14時台だよ。ってことでまた次回誰か進めて、まさしかな、まさしあたり進めていくかな。また次回お付き合いいただけると嬉しいです。それではまたね。